はい、ボイラーの水面測定装置について次の文中の括弧内に入れる A から C の語句の組み合わせとして法令上正しいものは一語のうちどれか。A 側連絡管は管の途中にドレンのたまる部分がない構造とし、かつこれを水中管およびボイラーに取り付ける口は水面系で見ることができる B 水位より C であってはならない、ね、さあこれの語句が、蒸気最高したと、まあ、例えば蒸気側連絡管は、最高水位より下であってはならない、蒸気側連絡管は最低水位より下であってはならない、蒸気側連絡管は最高水位より上であってはならない。水側連絡管は最低水位より下であってはならない。水側連絡管は最高水位より上であってはならない。このうち正しい組み合わせはどれでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。答えはですね、こちら1番になるんですけども、まずですね、こう水面測定装置のところの蒸気部水部ねありますから、当然こう蒸気が上で 水は連絡が下の方にありますよね。そうすると蒸気はやっぱり最高についての話ですよね。で水は最低についての話ですから、まあ、この中でもこの2番と5番、この辺はもうちょっとこうまず最初除外ってピーッとこうね線を引いちゃっていいかなと、これは関係ない話だろうと。であとはもうこう最高水位の上下とかね最低水位の話になっちゃうんですけど、これはもう覚えておくしかないから、もうこれはもうこういう配置でっていうところを覚えておいていただいてねしかないんで、まあ最高水位よりも下であってはならない、それから水側の連絡管は最低水位よりも上であってはならないと、まあね、これそれぞれセットで覚えておいてください、はい、ということで、まあ、この選択肢の中では正しいやつは1番ということですね。その水側連絡管の話は正しいやつはここにはありませんでしたからね、はい、というわけでこちらです。